ドビュッシー作曲牧神の午後への前奏曲指揮ジャン・マルティノン管弦楽 NHK 交響楽団1953年10月12日の録音です。
お聴きいただいたのはドビュッシー作曲牧神の午後への前奏曲、指揮ジャン・マルティノン、管弦楽 NHK 交響楽団の演奏でした。今お聞きになった皆さんどうお感じになったかな。僕はですね、ちょっと木管のソロなんかがくっきりしすぎてるような気がするんですよね。会場で録音したらこういうふうにはならなかったと思うんですけどね。多分だからそれもあってスタジオじゃないかっていう感じがするんですけど、非常に書道で言えば、はい、楷書ですよね、この音楽はね。草書じゃなくて楷書の音楽だって感じで、はい、フランス音楽をこういうふうにくっきり楷書で書くっていうのはね、はい、その後の N 響にあんまりない。この時代だからこういうふうな演奏したんだなって感じがしますね。でも非常に綺麗ですよね、音色が。多分ね、フルートはもしかしたら吉田正夫大先生で、ホルンは千葉薫大先生だったんじゃないかなって思いながら聞いてましたけども、まだ戦後8年という時期ですね。で、N 響はそれまでドイツ系の指揮者ばっかりだったので、マルティノンが来てフランス語で喋るんだけども、みんな分からなくてですね、だから身振りと音楽の専門用語だけでマルティノンは作り上げていったって話ですね。こうやっぱり音楽用語ってすごいですよ。ちょっと全然関係ない話ですけど、僕初めてローマに行った時にね、本当に若い頃でお金もないから安いペンションに泊まったんですよ。そしたらそのペンションのおばさんが簡単な英語もわからない、それ で僕イタリア語は喋れないからね、だから音楽用語だけで話したんですよ。そしたらなんとなく分かって通じたからね、音楽用語ってなかなか面白いもんだなと思った経験があります。音楽の力ってすごいですよね。続いてお聞きいただくのは同じくジャン・マルティノンの指揮でお届けします、ラヴェル作曲組曲マメールロアです。はい、1963年の演奏で、初来日から10年後ですよね。活動の場をアメリカに変えて名門シカゴ交響楽団の常任指揮者に就任した年なんですね。はい、53歳だったそうです。僕はですね、この1963年の来日した時の演奏を聴いてるんですよ。そうなんですね。個人的な事情ですが、大学1年生です。で、上野の東京文化会館に東京芸大の帰りに行ったのを覚えてますね。その時の曲は春の祭典でした。このマメルロは聞いてないですけども、あの時なんだなと思って不思議な気がしますね。マメルロアっていうのはこれ、要するに日本語で言えばガチョウお母さんっていうことで、英語ではマザーグースですよね。はい、童話なんだけど、初め子供のために連弾ピアノの曲とかして書いて、後からラヴェル自身がオーケストラに直してるんですね。非常に素晴らしい曲で、僕は今でも友達とよく連弾しますし大好きですけど。分かりました。ではお届けします。お聴きいただきましょう。ラヴェル作曲組曲マメールロア、指揮ジャン・マルティノン、管弦楽 NHK 交響楽団、1963年5月25日旧 NHK ホールでの録音です。
Thank you.
お聴きいただいたのはラヴェル作曲組曲マメールロア、指揮ジャンマルティノ、管弦楽 NHK 交響楽団の演奏でした。さっきの牧神の午後への前奏曲から10年経ってですね、はい、柔らかくなったんですよ、音がね、はい、柔らかさが増してね、さっきと要するに木管や弦なんかのバランスがさっきのとは全然違う感じがする、それが、はい、やっぱり録音のせいもあるし、マルティオンの力と、はい、マルティオンの作ろうとした音楽の方向性っていうことも関わってると思いますね、非常に興味深いですね、では早速お届けしましょう。フルネ初来日の演奏からお聴きいただきます。ラフニスとクロエ組曲第2番夜明け無言劇全員の踊り、指揮ジャン・フルネ、管弦楽 NHK 交響楽団、1958年11月12日旧 NHK ホールでの録音です。
お送りしたのはダフニスとクロエ組曲第2番指揮ジャンフルネ管弦楽 NHK 交響楽団の演奏でした。いや素晴らしいですね本当にね指揮のマジックって感じがしますよね。これだけ、はい、あの見事に、はい、色彩が豊かでね、うん、しかもそのアンサンブルがきちっとしてて、はい、素晴らしい演奏だったと思いますね、1958年かすごいな、どうでしょうかマルティノンとの違いも。マルティノンも素晴らしいんですけどね、このフルネットはやっぱりなんとかもう一つ音楽が大きな感じがしますね、大きい大掴みでだから非常に細かく作ってながら全体は非常に大きな大ぶりな、包容力のあるそしてその後フルネは日本にも、今お話しした1958年の時はペレアスとメリザンドの前の演奏だったわけですけども、やっぱりあんまり素晴らしかったんでね、5年後の1963年に再来日が実現したんですね、はい、続いてお届けするのがそのフルネ再来日の時に演奏された曲で、ラベル作曲バレエ音楽ラ・バルスです、はい、この時もねおよそ1ヶ月たっぷりとフランス音楽漬けだったそうで、ドビュッシーに始まりサン・サンス・デュカス、フランク・フォーレ、フルネの指揮の下でもうフランス音楽を見事に演奏してたそうですね、ところがね、はい、フルネが最後の演奏会で、ラ・バルスをやりたいと提案したら、団員から猛反対があったんだって。どうしてでしょうか。まあこのラ・ワルツっていうのは初めはそのワルツの要素みたいのから始まって、それがだん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 育っていって華やかなウィーンのワルツになるっていう非常にこう複雑な曲なんだけども、面白い曲なんですけどね、まあ非常に激しく転調するしテンポもしょっちゅう変わるし、はい、ほんのちょっとしたニュアンスの違いなんかが細かい非常に難しい曲なんですよね、だから大変なんですけども、はい、それを N 響はですね、このフルネの2年前にですね、2年くらい前に違う指揮者で演奏した時に大混乱になっちゃったんだそうですよ、で、みんな怒っちゃってこの曲はもうやらないと言ってた。ところがフルネがこのオーケストラなら心配ないと言って反対意見を一蹴してやった、そしたらあんなに文句言ったり苦労してたりしたのが嘘みたいに簡単にできちゃったという話が残ってます。指揮者で音楽が変わるのは分かるんですけれども、弾きやすさまで変わるんですね。変わるでしょうね、弾きやすさが変わるから音楽も変わるんですよね、だと思いますね。で本当にいい指揮者っていうのはどんな複雑な曲でも見てればその棒さばきで音楽が分かるっていう感じになると思います、で当時の団員はですね、フランス音楽っていうのはもう非常にこうムーディーなのかと思っていたら、基本的なリズムがしっかりしてるし、ハーモニー和声が独特だし、非常に全体がその知的であると、だからフルネは上手に我々をその神髄の地点に連れてってくれる、理解させてくれると言ってたそうですね、この曲はやっぱりその、ワルツがさっきも言いましたけど、もやもやした中からワルツの何だろう端っこが見えてきて、ワルツの和の字が見えてきて、それがだんだん育ってですね、ワルツになってそれが踊り出して華やかに踊っていくというそのプロセスがものすごく面白い曲ですよ。初めはワルツの誕生っていうところから始まるんですよ、だからワルツが生き物のように誕生して育っていく、で華やかに活躍するとそこまで行くわけです。そういう曲ですから面白いですよ。それではお聴きいただきましょう。ラヴェル作曲バレエ音楽ラ・ヴァルス指揮ジャンフルネ管弦楽 NHK 交響楽団1963年1月29日武蔵野音楽大学ベートーベンホールでの録音です。
ラベル作曲、バレエ音楽、ラ・バルス、指揮、ジャン・フルネ、管弦楽、NHK 交響楽団の演奏でお聴きいただきました。いかがでした？すごい演奏ですね。最後のクライマックスの打楽器が、はい、うわーってなるとこなんかね、なんか人間の吠え声みたいに聞こえるしね、最後の4連符タカタカタンっていうのが、ね、ちょっとリタルダントしたりするんですよ。普通にむっちゃさ123、123、タタタタタンっていうね、今のインテンポですね、タタタタタタタカタカタンって、すごいなと思って聞いてましたね。すごい演奏ですね。またフルネの指揮でというところが ね、はい、ここまでジャン・マルティのフルネと聞いてきました。最後にご紹介するのがシャルル・ドゥトワです。はい、デュトワはスイスのローザンヌ生まれですね。スイスっていう国は北の方はドイツ語圏で、はい、それからフランス語圏があって、南の方はイタリア語圏っていうふうに3カ国がの、なんだろう、こう地域が分かれてるんですけど、そのフランス語圏をスイスロマンドっていうんですけどね、その地域の生まれですね、はい、ローザンヌっていうのは大きな都市ですけど、でモントリオール交響楽団、フィアデルフィア管弦楽団、フランス国立管弦楽団などで要職を務めましたね。N 響とは1987年に初共演しているんですね。で1996年から常任指揮者、あ、そうか、うん、1998年から音楽監督を務め、2003年の退任後も名誉音楽監督として定期的に客演を続けています。なんかこう大きな作品が得意なんですよね。合唱も入る、劇的なものとかですね、大掛かりな曲が得意だから、はい、いろんなそれまでちょっとなかなかやらなかったようなプログラムを取り上げたり、その色彩感がものすごく豊穣でね、 N 響としてはもうそれまでなかった世界に導かれた感じがする、そういう指揮者だったですね。はい、今日お届けするのがいつの演奏になるんですか？今から聞くのは1987年初共演の時の演奏なんですね。事務局がレパートリーを広げたくて、デュトワに共演の打診をしたんだそうです。それで実際に練習してみてですね、当時の団員がこんなこと言ってますね、とにかくソルフェージュの力がすごかった。ソルフェージュっていうのはですね、その音符を見てすぐ歌ったり、あるいは音を聞き取ったりする能力のことですけど、そのソルフェージュの力がすごかった、どんなに細かいパッセージでも完璧に口ずさんじゃうんだって、うん、だから何か問題があるところは止めて歌っちゃう、はい、でそういうふうにソルフェージュができて技術があって、つまり訓練ですね、オーケストラの訓練をする、そういうことができる、かつてのシュヒター、ウィルヘム・シュヒターって人がそうだったんだけど、そのシュヒターみたいにオーケストラを的確にトレーニングできる、この上ない人が現れたというふうに言ってますね。団員がその完璧に口ずさんだって言ったのはどこかというと、先ほどのその聞いたダフニスのクロエのトゥルルルルルルルって細かく歌っちゃうってのはすごいですよ。すごいと思いますね。僕がね、実はびっくりしたのはですね、ある時、これは残念ながら N 響じゃないんですけど、ニューヨークフィルハーモニックをですね、練習を聞いたことあるんです。ニューヨークフィルっていうのは練習を、本番の日の朝公開練習をするんですよね、それを聞いてたら、今聞いたフルネの式で聞いたラ・ファルスを聞いたんですよ。でね、何言ってるから分かんないの、その客席にいると何か喋ってる、オーケストラで何か言ってる、で同じとこ繰り返すんだけど、もうあっという間にね、その音がフランス的になってくるんですよ。ふわーっとした真綿みたいな音になってくるわけ。どうやってるのか分かんないんだけど、音がどんどん変わってくんだよね。すごい人だなと思ったのをよく覚えてますね。そう、今日お聴きいただくのがドビュッシー作曲のバレエ音楽遊戯なんですが、これはバレエ音楽だし非常に面白い、なんだろうな、こう親しみやすい楽しい曲ですね。非常に。ではお聴きいただきましょう。ドビュッシー作曲、バレエ音楽遊戯、指揮シャルル・デュトワ、管弦楽 NHK 交響楽団、1987年9月4日サントリーホールでの録音です。
ドビュッシー作曲、バレエ音楽、遊戯、指揮、シャルル・デュトワ、管弦楽、NHK 交響楽団の演奏でお聴きいただきました。いかがでした？非常にこう、なんていうのかな、自在で、言い方難しいんだけど、フレキシビリティのある演奏だって気がするんですよね。はい、伸縮自在っていうのかな、色彩も自在っていうか、だから、非常に先ほど話したように、トレーナーとして、はい、
厳しかったし、はい、非常に的確で、細かいトレーニングをしたんだろうと思うんですけども、はい、それにもかかわらずで最終的にはですね、そのそれぞれの演奏家の自発性っていうか、伸び伸びと演奏してる感じが伝わってくるんですよね。それがやっぱりデュトワの素晴らしいところだと思いますね。全部自分の支配下で自分の統率した通りっていうんじゃなくて、はい、最終的にはその演奏家の気持ちが出てくる、それがすごいと思いますね。でデュトワはですね、こうやってフランスものばっかりやったのかっていうとそうでもなくてですね、はい、例えばリヒャルツ・シュラスの交響詩ドンファンというようなドイツもののプログラムも演奏したんですね。だから当時の事務局としてはラテン系、フランスとかイタリアとかスペインとかね、そういうラテン系のプログラムを増やしたくて招いたのに、実はオールマイティだったんだと、で実にどれをやっても見事だったと語ってるそうです、うんうん、でぜひとも常任指揮者になっていただきたいということで、お願いして1996年に実現して常任指揮者就任になったわけですね。でその後はあの N 響を聞いてる方は皆さんご存知の通り、現代ものまで含めて非常に幅広いレパートリーと、その音色の多彩さ、パレットの何だろう、こう豊穣さを示してくれた、今も示し続けてくれてるという指揮者ですね、はい、まさにこうフランス音楽への扉を開いたマエストロということでお届けしてきました、ね、はい、いかがだったでしょうか。いや面白かったですね。 N 響の、うん、一般的に N 響が持ってるイメージとはちょっと違う感じのものが聞けたと思いますし、N 響はこういう音色も持ってるし、こういう面もあるんだぞっていうことが、はい、今日のプログラムで、お伝えできたと思いますしね、はい、それにもかかわらず N 響は N 響なんですよね。それがオーケストラってのは大事で、いろんなものをやれなきゃおかしいんですよね。あの、うちはロシアものはやりませんとかですね、はい、うちはドイツものしかやりませんというのはおかしいわけで、何でもできなきゃおかしいけど、何をやってもだけど、はい、そのオーケストラの個性っていうかね、そのオーケストラの音楽っていう確固たるものが貫き通せてないと、それはただ器用にいろいろやるだけになっちゃう、はい、N 響ってのはこれだけの伝統があって、はい、厳然と N 響の音っていうのがあって、その上でこれだけいろんなレパートリーができるっていう、本当に第一級のオーケストラだと僕は思ってますね、はい、さあ N 響ザレジェンドでは皆様からのリクエストも募集しています。お聞きになりたい作品のタイトル、また指揮者なども書いて、郵便番号 150-8001 NHK N 響ザレジェンドの係までお寄せください。エピソードなども書き添えていただけると嬉しく思います。なお、このリクエストや番組へのメッセージは番組ホームページにもお送りいただけますので、どうぞご利用ください。 N 響ザレジェンド、次回は2月25日の放送です。池部さん、テーマは何でしょう。はい、チェコの指揮者イルジー・ビエロフラベックが1984年に取り上げた、チェコ音楽特集ということにしましょう、はい、どうぞお楽しみに。N 響ザレジェンド、ご案内は作曲家の池部慎一郎さんと岡本由紀でした。それでは皆さん、次回もお楽しみに。さようなら。さようなら。